どうも皆さんこんにちは、ガリューです。はい、今日からプロ野球スピリッツ2019の、新作をね実況していこうと思います。で、今回の主人公なんですけど、今回の主人公はこちらの選手です。はい、この間ねドラフトが行われまして、そのドラフトの中でも、一番注目されていた早稲田大学の早川隆久投手を主人公として、スタープレイヤーをやっていけたらいいなと思っております。はい、で今回のシリーズの目標、とりあえず何でもいいからちゃんとワンシーズン完走させる、ね、これを目標にしていこうと思います。よろしくお願いします。で、今回の、まあ、実況はなるべく、まあ、喋らないで、なるべく時間を短く、やっていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。多分試合中はねほとんど喋んないと思います。何かあった時だけ喋るかなって感じですね。はい、で能力なんですけど、まあ見てもらって分かる通り、マックスで155キロ、スタミナが B の76、疲労回復が B の79となってます。で変化球なんですけど、ストレート、ツーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークという感じですね。で、奪三振とかいろいろ特殊能力はかなり多めにつけております。では、早速やっていきましょう。まあ、この辺はカットでいいかな。はい、もちろん、入団する球団は楽天でございます。で、難易度はですねずっとスピリッツでいきます。で、リアルスピードでやっていきます。よろしくお願いします。では、オープン戦が始まるまでカットしたいと思います。ではカット。はい、ということで、オープン戦やってまいりました。で、ちょっといろいろねここも変えていこうかなと思うんですけど、投球何しようかな。ホームはリアルでいいと思うし、予測点もねリアルにしようかな。で、バッティングとか、走塁はやりません。はい、あえてもうピッチングだけやっていく感じになりそうです。はい、でエラーもありで、デモも普通で、こんな感じでいいかな。はい、ではちょっと一回セーブをしたいと思います。それで、細かい、イベントとかどうしようかなと思ってて、彼女系のイベントはカットせずに行きたいんですけど、他のその知り合いの人物交流とかに出てくる、変な球団職員とか、その辺のイベントはね、カットしようと思います。はい、では、今回の動画はですね、オープン戦3試合やって、終わろうかなと思います。では、オープン戦1試合目対 DeNA 戦やっていきたいと思います。ではスタート。はい、そしてここからは私は、口を休ませていただきます。よく晴れた天気になりました。東北楽天ゴールデンイーグルス対横浜 DeNA ベイスターズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。はい、では1回の表のピッチング見ていきましょう。まずはイーグルスの先発早川マウンドに上がります。さあ、ベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、際どいコースに送ってストライク。
155キロがいきなり出ました。ファウルになります。ボールカウントはノーボールツーストライクです。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている外、早川。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。ボテボテ。ツーアウトになりました。バッターは DH オースティン。ツーアウトランナーありません。マウンド上早川、そしてキャッチャーは太田。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。はい、見事に1回の表はね、2三振はいいピッチングでしたね。では2回の表のピッチングです。やっていきましょう。2回に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃。4番バッター佐野。イーグルス1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制してのこの回の初球打ち、これはどうか、取った、アウト。ワンアウト。バッターボックスには5番ロペス。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。これが2球目。タイミングを取らせません。ノーボールツーストライクです。打ちました。ショートうまくさばいてアウト。ツーアウト。打順は6番宮崎。ツーアウトランナーありません。この回の早川初球打ち、打球はセンターへ。ここはフライになっています。これは平凡な。はい、2回も三者凡退に抑えることができました。では、3回の表のピッチングやっていきましょう。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね。まあ、先発だったら長いイニングをとにかく投げるっていうことが重要になってくるので、まあ、それでいて点を取られなければなおいいという、そういうことじゃないですかね。まさにそのようなピッチングを今日はしているようです。インサイド落ちました。打ち上げた。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。三振になります。バッターは9番に入っている大和。ツーアウトランナーありません。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト。スリーアウトです。はい、3回をきっちり、三者凡退に抑えることが、できましたね。まあ、三振数も、まあ、多くはなかったですけど、ちゃんと打たせて取るピッチングができたので個人的には満足ですかね。で、そうだ、ちょっとこれを言い忘れてました。投球フォームとかちょっとそれをね、すいません、見せようと思います。よいしょ。装備品、早川いた。はい、で顔がね、こんな感じの顔です。あんま似てないと思うけど、すいませんね、プロスピってね、これぐらいの顔が限界なんですよ、すいません。でフォームなんですけど、ちょっと DeNA の今永投手に似てるかなと思って、このスペシャルへ今永翔太を使わせてもらってます。でこれがあれですね、ランナー出た時のフォームですね。でこっちがランナーなしの時のフォームです。ちっちゃいんですけど、ちゃんとねコントロールができるピッチャーかなって僕は思ってます。はい、では、楽天対 DeNA またですね、はい、2戦目やっていきましょう。さあ自責点2以下に対して、通算成績自責点0ということで、もう十分なピッチングしてますよね。はい、では、2回目の DeNA とのオープン戦やっていきます。
よく晴れた天気になりました。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、はい、では1回の表のピッチングやっていきましょう。多分ね、打順は変わってないと思うんで、 DeNA の打線も多分打ち取りやすいと思います。はい、ではやっていきましょう。まずはイーグルスの先発早川、楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか？そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか？まあ、そうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね。初球打ちがうまいバッターですからね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、低めにストレートが決まっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。三振です。バッターボックスには指名打者のオースティン。ツーアウトランナーありません。アウトコース、ストレートが決まっています。さあ2球目は何か。いいボールが行きましたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライク、ファウルになります。これもファウル。ボールカウントはツーストライクです。インサイド落ちました。掴んでスリーアウト。はい、1回の表はね、三者凡退に抑えることができました。では2回の表のピッチングやっていきましょう。2回になります。追いかけるベイスターズの攻撃、バッターボックスは4番佐野。イーグルス1点リードで迎える2回です。ボールになります。3球目は何で来るか。引っ張った、ファーストが前に来る。銀次、一塁そのまま入ってアウト。5番バッターロペス。早川、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー早川、そしてキャッチャーは太田。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。バッターボックスには6番宮崎。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。インサイド落ちました。ファウルになります。これが3球目。引っ張った、これはどうだ。取った、セカンド送球、2塁アウト。バッターは7番に入っている戸柱。ゲッツー崩れでランナー残りました。次が2球目。外へのカーブ外れました。ファウルになります。打ちました、ヒットになった。イーグルスピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあイーグルス同点のランナーを背負った場面です。まあまだ序盤とはいえ、しっかりリードを守って主導権を渡さないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の早川、この状況、このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチをしのぎました。この場面での三振、はい、ちょっと2回の裏じゃない、2回の表は、ね、ヒット2本打たれちゃいましたけどね、ピンチになりましたけど、なんとか抑えることが、できました。では3回の表のピッチングを見ていきましょう。小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう？そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきます。インサイド落ちました、これはどうか。おっと、送球がそれた。これはピッチャーのエラーです。先頭バッター、打順はトップに帰って梶谷。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。エラーでランナーが出ています。ファウルになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ショートが構えます。茂木抑えてワンアウト。打順は2番ソト。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。インサイド落ちました、ファウルになります。まあ、ピッチャー牽制がうまいですからランナーはやりにくいでしょうね。ああそうですね。打った、高く上がった。さあどうだ、センターが取りました。ツーアウトです。バッターは今日 DH に入っているオースティン。
先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトになっています。高いですね。危ないボールですよ。そうですね。引っ張った。この当たりはどうか。レフトライナー掴んです。はい、3回の、ね、表なんですけど、ちょっとね、早川投手自身の、まあ、送球ミスからランナー出しちゃいましたけど、でもその後はねきっちり抑えることができましたね。はい、今日も無失点ということで、次の試合、無失点だと、1軍昇格確定と、開幕1軍が確定するって感じですね。はい、では、オープン戦3戦目、今度は対巨人戦ですね、やっていきましょう。さあ、早川投手対岡本選手とか丸選手とか、それから坂本選手とね、まあ、対戦するわけですけど、ね、果たしてどうなることか、やっていきましょう。オープン戦3試合目やっていきます。今日は晴天に恵まれました。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人。はい、では1回の表やっていきましょう。まずはイーグルスの先発早川、楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。外低めのボール、ワンボールツーストライクです。低めの変化球は決まりません。インサイド落ちました。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。バッターは2番に入っている坂本。まずはワンアウトを取っています。打ちました。左中間に大きな打球、これはどうか。真ん中左中間破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。ワンアウトランナー2塁となりました。さあ、イーグルス先制のピンチを迎えています。まあ先制はされたくないですからね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。掴んで2アウトです。いい組み立てだったと思いますね。まあ、まだピンチが続いているわけですけど。初球打ち、浅村が抑えて3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。はい、ちょっとね1回の表坂本選手にツーベースを打たれてやばいかなと思ったんですけど、丸選手それから岡本選手とね、力でねじ伏せた感じですね。はい、では2回の表やっていきましょう。2回表に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターボックスは5番大城。イーグルスリードで迎える2回です。さあ、援護点をもらってのこの回のピッチングとなります。まあそうですね、少し気持ちも楽になったと思いますから、このまま丁寧に投げていってもらいたいですよね。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターは DH ウィーラー。早川、まずは先頭バッターを打ちました。さあどうだ、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは7番に入っているパーラ。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。打ちました。これはどうだ、模擬二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー、先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。まあランナー出してますけど、こういう形で打ち取れたので良かったと思いますね。はい、ウィーラー選手にねヒット打たれましたけど、まあちゃんとねあのパーラー選手抑えたんで、ね、さあ、あとこの1イニング投げ終わって無失点だったら、開幕1イニングが確定します。では3回の表のピッチングやっていきましょう。里崎さん、
先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは9番に入っている吉川。早川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコースへのカーブはボールです。緩いボールで来ました。打ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順は1番に帰ります。バッター亀井、先ほどの打席はファールフライ。打ちました。サード取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。はい、見事この試合もね0点で抑えたので開幕1軍確定でございます。いやー、なんとか抑えれてよかったです。楽天イーグルスが見事勝利を収めました。6対3に勝ちましたね。里崎さん、まあヒット2本打たれましたけど全然ねいいと思います。まだ点取られてないんだから大丈夫です。はい、これからね自動で入るコマンなんていうんですか、イベントはまあしょうがないとしても、こういう人物交流とか選手交流とかこの辺はねカットしていこうかなと思います。すいません。はい、では、カットしたいと思います。はい、ということで、3月20日開幕を迎えましたが、まだね選抜の日は25日なんで、ちょっと25日までちょっと飛ばそうかなと思います。はい、では飛ばします。さあ、開幕戦は7対7と引き分けでしたね。まあ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 負けるよりは全然マシかなと思います。はい、では、今度は、オリックスの3連戦2戦目ですね、岸選手が先発か。さあどうかな。お、勝ちました。あ、負けたのか一瞬勝ちましたねって言おうとしちゃいましたけど、すいません、負けてます。思いっきり負けてます。すいません。さあ10対2で、負けてしまいました。さあ1敗1分け、ちょっとまずいぞこれは。さあ3連戦ね、勝ちなしで終わるのはちょっと嫌ですね、楽天。さあどうだ。はい、今度は勝ちました。10対6で楽天勝っております。はい、再び自由行動が来ましたので、まだカットさせていただきます。ではカット。さあ場所を移しまして、北海道日本ハムファイターズとの3連戦ですね。で、早川くんが投げるのは3月25日、つまりこの試合の次の試合に投げることに、先発することになっております。はい、では1戦目はどうかな。あー、負けてしまいましたね。はい、ということで、3月25日、プロ初登板初先発の日を迎えたんですが、今回は、動画はこの辺で終わろうと思います。いかがでしたでしょうか。これから毎週火曜日と、木曜日はこの早川隆久投手の、スタープレイヤーを、やっていこうかなというふうに思っております。もしね面白いないいなと思ったら、グッドボタン、ね、高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。明日は歌ってみた日でございますので、そちらもよかったら見てください。よろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。